はい、今回は MF ゴーストのお話をしていこうと思います。まあ主にイニシャル D とはなっているんですけれどもという感じで最近動画やらせていただいておりますが、今回ね取り上げようと思っているキャラクターはイニシャル D の中でも女性ドライバーの中で数少ないんですけれども、その中でも個人的にもめちゃくちゃ可愛いし、すごい作品としてもインパクトを残したキャラクターいますよね。それが岩瀬恭子です。まあ、過去の動画でね、佐藤真子、まあ、真子ちゃんについては触れてるんですけれども、実質真子ちゃんと岩瀬恭子、ドライバーとしては2人かなと思います。まあ、かずみちゃんとか入れるのかなっていう話なんですけど、ドライバーではないので、まあそこはちょっとカウントしないんですけれども、今回この岩瀬恭子が MF ゴーストの世界ではどうなっているのか考えていこうかなと思います。加えてね、イニシャル D においての経緯なんかもね、やっぱ語っていくと、改めてこうね、圭介戦が見たくなったりとかする人も多いと思うので、今回そこをピックアップしていこうと思います。ぜひ皆さんの MF ゴースト、まあ、2023年秋にアニメ化されるんで、その意気込みだったりとか、もしくは岩瀬恭子、女性ドライバーに関してもいいので、コメントしていただけると嬉しいです。いつもたくさんのコメントをありがとうございます。動画制作の参考及び励みになっております。では、早速本題に入っていこうと思います。まず、岩瀬恭子のイニシャル D での経緯について解説していこうかなと思います。こちら、埼玉県の定峰峠をホームコースとする秋山信彦のチーム、あのね、メガネかけたね、涼介の劣化版って言ったらちょっと怒られるかもしれませんけれども、まあ結構策略家のね、秋山信彦がやるチームのヒルクライムエースという形となっていました。まあ本当にチームなのかも怪しいところなんですけれども、この岩瀬恭子なんですが、本業はね、カー用品店のオートアールズってところの店員さんとなっております。そして一番ね、個人的にもいいなと思うのが FD 使いなんです。ですよね。まあ、黒の FD に乗ってるんですけれども、まあ、エアロだったりとか、あのボンネットのエアロだったりとかもすごい特徴的だったりとか、またケイスケのあの黄色い FD とは違って黒のこの渋さってところがあって、非常にねこの女性が乗ってるってところも踏まえて非常に印象深かったかなと思います。そのね FD 乗りであるケイスケとのねラブロマンスを紡ぐだけではなく、物語中でも重要な役割を果たした人物となっております。でこれ性格なんですけれども、極めてこう一本気かつ一途ということで、一度こう見えたら他が見えなくなるというタイプです。そんな岩瀬恭子がイニシャル D でどういう系で登場したのか、では振り返っていこうかなと思います。初登場は第2部プロジェクト D 編の方ですね。もともと FD が彼氏とも言える FD が大好きすぎる人物だったんですけれども、その理想の彼氏っていうのも同じロータリー乗りでずっと速くて FD に負けないくらいかっこいい人と言っていて、どう考えてもこんな彼氏いないだろうと思っていたんですけれども、そこに条件ど真ん中の高橋圭介に偶然出会うというねこととなります。ほんとねこの狭いストライクゾーンに入ってきたこの圭介なんですけれども、もちろん一目惚れします。そしてねまさかのこの圭介がプロジェクト D のバトルの相手だと知るんですよね。まあ本当はそれ動揺してたんですけれども、まあ、友達からねこれは恋のチャンスだと言われていました。なんですけれども、プラクティスでエンジンがパワーダウンしてストップしてしまいます。もちろんねそれは数日前から違和感があったのに直していなかったことで、舐められてもんだよな俺もってことで圭介は怒るんですよね。まあ、恭子としてはこれだけね理想的な人物にこれを言われてしまったことによってめちゃくちゃ落ち込んでしまうんですけれども、でそしてその後ケイスケがプロジェクト D の機材車で恭子のところへ行って、同じ FD のパーツが一通り揃っていたということもあって修理するんですよね。まあ、それを見た恭子はケイスケに完全に惚れ込んでしまいます。でこれからね心の中ではケイスケのことをダーリンと呼んでおります。そしてバトルではねケイスケに自分の走りを見せるためリーダーの信彦の反対を押し切って先行を選びました。まあ、バトルの結果に関してはケイスケが勝利するんですけれども、同じ FD 乗りだということでツインターボとシングルターボの違いってところで、コースにマッチしたシングルターボの恭子の FD のキレもあるんですけれども、ケイスケにねやっぱ及ばなかったという感じです。まあ恭子はねそれで敗れてたんですけれども、ケイスケからも一流のロータリー使いだと認めさせることができたんですよね。これが岩瀬恭子の初登場時となっていて、まあケイスケとの接点ってところですね、ここが描かれております。でこの後もちろん続婚になってしまった岩瀬恭子なんですけれども、赤城さんに行ったら気が散るから見に来るなって怒られたりとかでね、また泣いてしまったりとかするんですけれども、その後またもう一件あって、その後のねプロジェクト D との埼玉北西エリア連合とのバトルの時に仮眠を取っていた時に、岩瀬恭子がね FD 黄色い FD を見つけてすり寄っていくんですけれども、そこでもう一度会ったことによってケイスケが腹が減ったから一緒にご飯をファミレスに食べに行こうということになるんですよね。まあ医者の家系の息子ってこともあって、でもファミレスでご飯する庶民的なところにもまた惚れ込んでしまうんですが、なかなかね夜のバトルに備えて眠れなかったケイスケもぐっすり仮眠することができたんですよね。その後もしっかり関係が続いていくんですけれども、たちの悪いランウェイボ集団にねオイルを撒かれて FD がスリップしてしまって事故をするんですけれども、そして FD がもう乗れなくなってしまうというか、バトルではとても走れるような状態ではなくなってしまうんですよね。そこに恭子がフラッとやってきて、恭子の FD に乗ってバトルに参戦するというねこととなります。この展開めちゃくちゃ熱かったんですけれども、岩瀬恭子の FD を使ってケイスケが勝利するということになります。でこの勝利したことによって俺にデートに誘ってもらうんですけれども、もうほんとねすごいいい感じでこの2人いいなと思ってたんですけれども、まあケイスケとしてはやっぱプロジェクト D に注力したい
いということで、もう俺に会いに来たりしないでくれと振られるんですよね。まあこの時もね、やっぱプロジェクト D としてその優しさというところがすごい出てて、ケースケのね、どうでもいい女だったら相手しないけれども、京子のことがやっぱ可愛いし気にはなるから、だからこそ会いに来たりしないでくれというね、このケースケの優しさというか、ちゃんとねこうはっきりした理由で京子を振っているんですよね。で最後はね、前回のドライブを赤木さんで見して、京子の登場っていうのはイニシャル D ではなくなります。で一番気になるところなんですけれども、こちらね、一応プロジェクト D の神奈川最終戦っていうのがあるんですけれども、連合チームの、まあ、信彦だったりとか秋山渡る坂本っていうのはギャラリーでね再登場してるんですけれども、こうみんな勢揃いしてイニシャル D の作品が終わるんだよって時に、まさかの岩瀬京子もいないんですよね。これ多分おそらく意味があると思っていて、それが今後の MF ゴーストに繋がってくると思っております。では MF ゴーストで岩瀬京子はどうなっているのかというところなんですけれども、まずケースケは結婚して妻子持ちとなっております。まあ、この点に関して相手は誰なのか分かっていないんですけど、ほぼほぼ岩瀬京子で確定じゃないかなと個人的には思っております。まあ、その理由としては、このプロジェクト T の神奈川最終戦に岩瀬京子がいなかったってことが、逆にケイスケにとっての関係を強めているんじゃないかなと思います。まあ、これ会いに来ないでくれということを言っていたんですけれども、プロジェクト T に対する思いをしっかり岩瀬京子が分かっているからこそ、最終戦であっても会いに来る、応援することはなかったというところがあるんですよね。でこれを考えると、ケイスケとしてもプロジェクト D がある間は京子に関しては振り向くこともしなかったんですけども、それでいてもやっぱりすごい好印象だったとは思うんですよね。だからこそ最後の最終戦にいなかったことっていうのも、実はね、ケイスケとしてももしかしたらこのプロジェクト D が終わってから岩瀬京子の連絡を取っていたという可能性はあるんじゃないかなと思います。逆に考えればなんですけれども、岩瀬京子としてはもうケイスケ以外は考えられないと思うんですよね。もちろんね、 MF ゴーストの世界っていうのは30年後の世界となっているので、その考え方だったりとかいろんなところは変わるかもしれないんですけれども、この理想的な男性、あれほどね完璧すぎる男性に出会ってしまったということは、岩瀬京子としても新しい男にこう目が向かないのはもう確実だと思うんですよね。もうケイスケか FD かみたいな世界だと思うので、この関係がずっと続いていけば、もしかしたら独身かもしれないし、そうでなくてケイスケが何かしらアクションを起こしていたのですれば、プロドライバーとして TK マッハコーポレーションの社長としてね、社長夫人として岩瀬京子がいるっていうね世界も全然ありなんじゃないかなと思います。もしかしたら今後ね、ケイスケもちろんね MF ゴーストも登場してくるし、ちらっと岩瀬京子らしき人物が出てくればいいのかなと思います。もしくは子供がね岩瀬京子に似てるとか、お母さん FD 昔乗ってたよねとか、そういうね発言があるとめちゃくちゃ面白いんじゃないかなと思います。なので現状 MF ゴーストでは本当顔もね名前も出てこないんですけれども、できればケイスケと結婚していてほしいなというのが誰よりも強いキャラクターかなと思います。はい、今回こちら岩瀬京子の、まあ、MF ゴーストではどうなっているのか、まあ、イニシャル D のその後っていうのを考えていきました。まあ、イニシャル D のその後っていうところに関しては、おそらくね FD 乗りとしてどんどん走りをね磨いていったと思うけど、まあ、プロになるとかそういう目的があったわけではなくて、本当 FD が好き、車が好きっていうところなので、何かプロになろうとかそういう意識はあんまなかったのかなと思います。なのでもう一度ね FD 同士が繋がってくれる、もちろんね MF ゴーストでもケイスケはキル FD で、ね、タイムレコードを叩き出していることからこそ、もしかしたらありえるんじゃないかなと思いました。ぜひ皆さんの岩瀬京子に対する思いだったりとか、こういう展開になっているんじゃないかとか、まあ、ケイスケの妻であってほしいなど、コメントをお待ちしております。今回は以上になります。また見てやってください。さよなら。